ヒートベアーズ、ヒートベアーズ、僕のこの夢を叶える場所、きっとまた走れるだろう。心熱く燃やして、はい、皆さんこんにちは、今日は、東松山球場、実はですね今日は、お風呂カフェデーということで、我々ですね、温泉道場のグループで今日は盛り上げるということで、いろんなイベントを企画してます。で今日はですねその前に、インタビューということで主に、新入団の、選手そして、ルーキーのですね、皆さん移籍組の皆さんにですねヒートベアーズでの、話やインタビューなんかをですねこれからしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、今日は、新入団の中村選手に来て、いただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。入団して、2ヶ月経ちましたけれども、はい、今ベアーズでは打線の核の4番も打っていただいてますがそうですね、いかがでしょうか。いや、まあ4番、まあ、本当は4番を出るさんでいいんじゃないかと。まあ、打たせてもらってる感じで、まあ、打ってるからには4番の働きをしようかな。そんな中でね、引っ張っていただいて、打線も好調ですね。そうですね、打ってますね。ネノイさんも大爆発で、5枚も打ちました。そうですね。実際どうですか、入って、昨年は福井におられたと思うんですけれども、はい、まあ、福井におられた時の、まあ、武蔵の印象と、はい、入ってみての印象とかってどうでしょうか。今年で独立リーグ2年目なんですけど、実は去年福井だったんですけど、この福井かベアーズかですごい悩んでたときで、でベアーズにちょっと前行けなかったってことで福井に行ったんです。まあそうですね、まあ地区は違えど、でもずっと成績見てたら勝ってたんで、あ、やっぱ強いチームなんだろうなっていう印象がありました。なるほど。そんな中で、まあ、元同僚と言っていいか分かりませんが、フェルナンド選手と片山選手と、まあ、クリーンナップを打つことが多いんですが、元同僚とこう打線を組むというのはどんな気持ちなんでしょうか。そうですね、僕でも楽天の時はあんまりクリーンナップを打つことはなかったので、3番とかちょっとたまに打ったりしたんですけど、でも僕が4番で5番がフェルさんってことはもうまずなかったので、結構新鮮です。そうですよね、まあ、まして片山選手に至っては投手でしたもんね。そう、あ、片山さんとは被ってないんですよ。あ、なるほどなるほど。吉野さんとフェルさんとはやってたんですけど、はいはいはい、片山さんとはちょっと被ってないんで。なるほど。まあでも知ってました。そうですよね。でそういった中で、打線を引っ張っていただいていて、まあまあ、前は西地区という形で、今年は我々南地区になってるんですけども、そのなんか地区ごとのなんか特性とかってありますか。地区ごとの特性、はい、例えば、例えばこうなんかピッチャーがこういうピッチャーが西は多い、多分西ってなんか関東型のピッチャーが多かったと思うんですけども、どちらかというと東って、まあ、東とか今の南って系統するケースが多かったり、結構でももう西地区ないんですけど、結構球速いピッチャー多かったんです。うん、富山とか、はいはい、サンダーバーグ結構いいピッチャーいました。そうですね、そうするとどちらかというと南地区の方は初めて対戦するピッチャーが多いですよね。そうですよね。まあ、ちなみにそういった中で、はい、埼玉に、まあ、引っ越しをされてきて、はい、今リフレッシュ方法とか休日ってどんなことをされてるんですか。そうですね、特にない。僕結構アウトドアやったんですけど、なんか最近ちょっとインドアになってきて、あんま出ないんですけど、でもお風呂カフェ、あと大宮の名前、うたたね、お風呂カフェうたたねですか。あ、そうです、そうです、そうです、行きました。ありがとうございます。でサウナも入ったりしますか。サウナ入りますね。弱いですけど。弱い。3分ぐらい。3分ぐらいで。まあでもベアーズの選手は我々のお風呂カフェは入り放題になってます。ぜひ利用していただければなと。いや、僕でもまだ選手名鑑っていうのはメーカーじゃないです、はい、選手証みたいなもらってないんですよ。
あら、だから誰かと行かないと入れない。入れない、それはすぐに。レアズの一員です。だから横田さんに早く行くれって言ってます。なるほど、じゃあすぐに準備したら、はい、来たら行きまくります。ぜひぜひお願いします。じゃあ、最後に、今シーズンの、まあ、目標とファンの方に向けてのメッセージをお願いします。いつも応援ありがとうございます。熱い声本当に力になってます。ごめんね、これから夏が来るんで、お越しの際は熱中症に気をつけてください。よろしくお願いします。はい、ということで、これからも、打線の中心を引っ張っていっていけると思います。中村選手よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。空よりも青いユニフォーム、砂煙